皆さん、こんばんは。花江夏樹です。こんばんは。小野賢章です。今日は、また、雰囲気の違ったゲームですね。そうですね。これ何ですか？恐怖の森？これフリーゲームで、無料で誰でもパソコンでプレイすることができるゲームなんですが、まあ、今日は、賢章さんたっての希望で、ホラーゲームをやってみたいということでね私これ探して、あ、それ言っちゃうんだね、それ言っちゃうんだ、用意させていただきました。賢章さん、はいはいはい、ホラーゲーム好きなんですか？全然好きじゃない。なのに今めちゃくちゃ後悔してるやばいっすね。マジで怖そうじゃん。だってこれそんな怖くないっていう可能性もありますから、なんかこう、血みたいなの3本バーって。どこですか？え、扉のとこ。あれ、扉のとこ。俺と花井くん、あれ血じゃないです。あれウッコです。え、臭い。え、じゃあ全然怖くないじゃん。いや全然怖くないですよ。なんでもう始めましょう。よっしゃ、じゃあ行くよ。さあ開始をクリック。おい、これなんとストーリーはですね、原付で、まあ道をこう、走っていたんですけど、あれちょっと近道あるじゃんみたいな感じで、森の中を通る細い道を見つけてしまった主人公。そしたら原付が壊れてしまったと。うわ、もうこれ一人は心細いね。心細いですね。これなんか光ってない？これ何ですかね、それ。え、何これ。さあ賢章さん、これどうすんの。これそれは何なんですかね。お、なんか今ゲットしましたよ。ピチャって言ったよ。ああ、待って、え、何何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 何、やばいんじゃない。やばいよ、やばい、逃げて逃げて怖い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 。来てる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 。あ、内田和樹行方不明22歳。え、終わり。あいつに捕まっちゃいけないんだ。ああ、そうなんだ。4つのバイクのパーツを入手し、脱出ルートの確保をしてからバイクに戻れば脱出できます。なるほどね。かつてのこの森で起きた惨殺事件の被害者の慣れの果てがいます。追ってきますが、うまく巻いて逃げ切ってください。触れると即死して振り出しに戻ってしまうので注意。どんな事件だったと思う？あの子の顔白かったですからね。麻薬じゃないですか。麻薬？白くなるやつ？そうですどんな事件だと思います？あれだよ、森の中に置き去りにされて、怖いのが一周回って面白くなっちゃった幽霊その怖すぎて面白くなっちゃった幽霊。そうだからあんなに、なんかこうごまかすために笑う。ああ、そういうこと。ね、やばいやばいやばい、やばい。そんなすぐ来るの。あ、めっちゃ怖かった今。これ電池ですね。あ、今電池取りました。電池なんだ。そっち行ける。ああ、めっちゃ怖かった。そっち行き止まり。ああ、大丈夫。その左抜けていけるんじゃないですか、バイクのパーツ。やだよ。そこ開けられる、開けられる。絶対開けらんない。やばい。あ、マジ開けられないんだい。内田和樹、しっかりして。和樹、これ登れる。あ、登れるんじゃないですか。距離離しましょう。距離登れる。音が聞こえないように。やだやだやだ。あ、橋だ。お、橋。へえ。あれ、ちょっと待って、なんか左上のさ、懐中電灯。え、やばいっすね。電池切れるとどうなんの。めっちゃ怖いんだけど。暗くなるだけじゃないですか。そこ入れない、入れない。いや、もう今来てる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 。ああ、これ難しいぞ。まずなんか一個ちょっとパーツ欲しいっすね。そうだよね、パーツがないんだ。あれはその上の あれっぽいっすね。行きましょう。電柱宙に浮いてる。さっきのあれ名前なんて言うんですか、あいつ。うん、あいつ。何？やばいやばいやばい。なんか違うやつ出てきた、違うやつ出てきた。あ、でも追ってこないんじゃない？あれは追ってこないんじゃない？怖い怖い怖い。もうやら、ふざけんな。ちょっとあ、こんなか。いや、あ、これまず1個目のパーツ。来た。あ、来てる来てる来てる。あの子名前、名前何？名前何この子。こいつ？うん。逃げて逃げて逃げて。ともき。ともき。和樹とともき。ややこしい。お、いい、巻いてる巻いてる。あ、電池電池。お、いい、電池電池いい、最高。
あ、それはそれパーツじゃない？あ、これ。あ、それ違う。それピチャンだ。やばいやばい、詰まってる詰まってる。なんでこのピチャン、詰まってる詰まってる。逃げて逃げて逃げて。あー、そっちない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 。あー、やばいよ。あれ巻いてる巻いてる巻いてる。いけるいける。どこどこにいるの？真後ろです真後ろ真後ろ真後ろ。ともや、真後ろいる？あれ、いなくなった。音消えた。え？すごい。いや、来てる。やばい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 。逃げて逃げて。うわあ。あ。こいつあれ？え？突っかかってる。あれ？可愛い一面もあるんだ。あ、そんな可愛い一面もあるんですね。あれ、どっか行っちゃった。おい、どこ行くんだ。おい。あ、どこ行くんだ。これ多分賢章さんにビビってんじゃないですか。おい、俺の凄さが。あ、やばい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 。やばいやばいやばい。ああ。錯乱してる。落ち着いて。ああ。いける。いけるいける。あそこだ。あ、これだ。これこれこれ。これ左は？あ、いいかも。いいかも。意外とそういうところにあるかも。怖いとこ来ちゃう。そういうところにあるかも意外と。やだ。いやだ。出てくるしこれ。ああ、もうほんとここやだ。ああ、もうこれ絶対こう出てくるやつ。ああ、これやだ。ああ。いやいや、まだ、やだやだやだ、まだ落としないから。いや、だってさっきのやつとかさ、あの、友達の、はい。あの、あいつ、名前なんだっけ？ともこ？花井くん。ともこ？あ、あれともこ？さっきの。あれともこです。突然飛び出してきたやつ。はい、うわ、なにこれ？うわ、怖え、ここ。やだ。やばいな、ここ。絶対。絶対やばいよ。まあでもね、賢章さんだったらね、数々のやっぱりこうプレッシャーに打ち勝ってきた男ですからね。ああ、そうやね。うん、それは否定しないけど。おお、これ2個目のタイヤかか。わあ、だあいつ、あいつ何なんだ、あいつ、あいつ名前何？あれ、タクヤです。ちょっと確かに手足長かったけど、一回花井くんやってみてよ。あ、僕一回やりますか。わかりました。俺ちょっと疲れちゃった。任せてください。応援してる。うん、もう大体分かったんで任せてください。よし、左から来てるよ。左から来てますね。ともやん、一回確認した方がいいんじゃない。マジっすか。うん、ちょ待ちや、無双さ、むずい。あー、来てる。それじゃあ、タクヤ行きますか。タクヤ行きましょう。タクヤそっち。これじゃあ、あーでもあそこのバッテリーに釣られて行っちゃうんだな。バッテリー欲しいね。でも行かない。バッテリー欲しい。はい、はい、タクヤ。はい、タクヤ。やばいやばいやばい。え、めっちゃ追いかけてくんじゃん、タクヤ。ちょ、待って。爆走でしか。やばいやばい。爆走でしか行くことできない。いや、これ待って。頑張れ。よし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 。あぶねー。いいよ。うーっつったしね。うーっつってました。やー、まずい！やだ！バレてない。バレてない。あ、バレてないよ。やった。よ、そんなミラクルあるんだ。そっちかよ。まずなんかその開幕のその、あれを決めたいですね。どう行くかみたいな。まずは、俺まずやっぱトモコじゃないかなと思う。トモコがどこにいるか分かんないんだよね。なんかもっと違うさ。うわ、もうお前いいんだよ。宮北は、トモヤ来たよ。宮北はトモヤ。もうねえねえねえ、僕の口にさ、ケチャップめっちゃ、やばいやばいやばい、歯周病だ、あいつ。歯周病だよ。いやー、てかバッテリーも欲しいな。これ何なんだろう、さっきから。これピチャン何なんですか ね。あ、そういえば橋は当たりませんでした。あ、渡ったかも。渡ったでしょ。あれ、あのさ、このピチャンさ、はい、もしかしたらあのトモヤンがちょっといなくなるみたいなやつじゃない？あ、そういう感じ。あ、そうかも。今いなくなったもんね。え、そうだよね。あ、いいっすね。わ、ここも行き止まりだ。やっべ、下。ああ、そういうパターン。よく見たら目も充血してますね。もともとはでも相当可愛いかもしれないですね。純粋無垢な男の子だったかもしれないよ。ここ本当、あれ？何が？あれ？開いた開いた。え、開くの？やった。近づいたら開いた。え、いやいや、めっちゃ怖いよ、めっちゃ怖いよ。やめてよ。やだ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 。なんかバッテリー？あ、やだやだやだ。ちょ、花井くん早く。ちょ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 待って、うるさい。怖い怖い怖い。ちょっとケースはうるさい。あ、怖い怖い。ちょっと待って、集中できないから。右側だ、いるよ。あ、何？部品手に入れた。あ、これ部品だ。ここにあったんだ。
やっぱあると思ったんだよな。そうでしょ。あれさっきどこにありました、あれ。ねえ、あ、全然わかんないんだよな。こっち、あ、あ、そのそこだ。え、ここ、そこそこそこ、ここそこそこそこ、右でしょ、ここ右。あ、ここか。ここだここだ、絶対ここ。あ、ほんとだほんとだ。ほら来いよ。あー、いやなんか来るよ。あーしゃーい。おいーおい、ナイス、2個目ゲッツ。あともうさ、タクヤもうさ、見るところって言ったらこの地下ぐらいじゃないと。あとまだちょっとこの迷路探索しきれてないとこあるんで、ちょっとそこ、あーそっか、これちょっと この迷路と 今見てみますか。なさそうだよね。なさそうですね。じゃあさらに下に行く、だタクヤを巻いてさらにあの奥に行くとか、うん、でもとりあえず行くか。とりあえずタクヤ、てかこれ別に懐中電灯なくなっても平気っしょ、そんな暗くないよ、うん、あー来たタクヤ、よっしゃ来い。はいタクヤ行くぜ。ナイスタクヤ、ナイスタクヤ。でこうでこう、はい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 。でここは右、右の右ですね。右右で、はいはいはい、左でこう、はいはいはい、左行って、あ、これちょっとミスったね。これやばいよタクヤ。まだまだ大丈夫。 あここミスったかも。あれ、お、足音するけど、でも巻きましたね。え、しかも結果やっぱ懐中電灯なくても全然暗くないっていう。ほんとね、全然怖くないっすね。行こう行こう。なんで、なんで懐中電灯じゃない。え、そういうこと。だからやっぱあの電池は必要なんだよ。そうなのか、うん、よし、賢秀さんお願いします。俺オッケー。さっきあのドア開けられたじゃないですか。だからあのトンネルのところも、うん、多分ドア開きますよ。開きました、トンネル。ほら開いた。開く開く。えー、え、待って、なに、なに、なに、やばいよやばい。ケンシャさん逃げて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 、やだやばいやばい、開かない開かない、逃げない、逃げらんない、そこそこそこ、あ、いい、うまい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 、やーなんだあいつ。ミサコ、ミサコ、そりゃまずいよミサコ。もうミサコびっくりさせんなって。僕行きます。うん、もう速攻ミサコ会いに行こう。速攻ミサコね、こっちか。もうミサコから攻略してやろうぜ。なんか恋愛ゲームみたいですね。そうだね。やべ、トモくん来た。トモくん、トモヤ、もう、いや、トモヤ、トモヤ恋のライバル、え、ミサコと取り合ってる。ミサコと取り合ってますね。マジかよ。これでもこっちはいけないの？こっちは出るな。ここはいけないんだね。じゃあやっぱこの、だからそっから入って奥から出て、そうっすね、来たよ。はい、来た来たよ、来いよミサコ。ミサコ内股、内股ミサコ。ちょっとなんかあの、あれ、ね、待って待って、トモくんも来てる。トモくん、おい、怖い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 。いやでも大丈夫大丈夫。いやいやー、トモくん、トモくん、ごめんご、ごめんよ。決して悪気はないんだ。いいよいいよ。悪気はないんだ。おさらば。え、待って。どうすれば？いや待って！いやこれは絶対絶命だよ。やべえ、修羅場。泥沼じゃん。そっち行けんじゃない？こっちかな。え、行ってみよう。行けない。行けない。行けない。え、ここも行けないよ。いやちょっと諦めないぞ俺は。そんなきついゲームだ。諦めないで。そこ開く？開かない。開かない。え？でももうここだよ。いやあそこ意味ないの？はい。あそこに何もないじゃんね。ないっすね。いやいや、あれぐらい頑張ったら一個はくれよ。まずトモコね。まずトモコね。トモコ、小屋、ミサコ、タクヤ。ミサコ、タクヤ。ここはね、簡単ですね。そりゃこの間さ、はい、久しぶりにさ、はい、タッカーとマーチ聞いたの。あ、スタミノ？いい曲だね。いい曲ですね。可愛かった。ケンショウさん、大丈夫ですよ。可愛い声優ですから。いや、花江くんもだよ。まあね。
ちょっと一回タコ行くか。よし。じゃん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 。夢に続くスタッカートマッチ。あ、戻ってきた。戻ってきた。あ、でも今ならミサコいける。ともくんの好きなもんはアンパンから揚げカレーパン。絶妙にパクってるけど。アンパンから揚げカレーパン。ともくんからのミサコ。ミサコ。ミサコ。ミサコに会いに来たよ。さあおいで。ミサコ。さあこっちだよー。ごめんなさい。ミサコ。お前に会いに来たよ。ミサコの登場。イエーいや、そっち行けないよ。そっち、あ、いけいけいけ、いけるいけるいける。ミサコ。あ、早く早く。あ、そうでしょ。むずいな。ミサコ最後にしよう。ミサコ最後にしましょう。うん。ちょっと最速ルートで行きましょう。まず僕小屋派なんで小屋から行きます。やっぱ上なんで、うん、なかなか追いつけないと思うんですよね。あれでもね、あのトモヤは高所恐怖症でもあるよね。そう、うん、トモヤはね昔からそういうとこあるんで、トモヤ的にも追いづらい、うんうん、いいよ。かなりかなりかなりこれ、ね、いいペースじゃない？スムーズにね。あ、いい。まず1個目、無駄がない声優花江夏樹。無駄がない声優。そして無駄だらけの小野賢章。今多分一番無駄って言ってるの俺だって間違いなく。そうですよね。俺か小安さんかどっちか、ね、ぐらい。おし、来た。うん、いいよ。はい、来い。電池もったいねえんだよ。はい、来い。あ、来た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 。あー、もうめんどくさい。ここ小屋の後ろまで行ってぐるっと回って、やばい。あー、それはまずい。うわー、誰？怯え続ける二人だが、来た。あー、うわー、ここだ。ついに希望を見つけ出す。次回、恐怖の森完結。いけ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 、飛べ。